阪神タイガース対オリックスバファローズのゲームを、解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはタイガースの先発山岡がマット。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。切れてますよね。はい、変化球が決まっています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには指名打者の岡本、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ピッチャー取った。ツーアウトになりました。さあ、そしてバッターボックスには山川が入ります。さあ、ツーアウトながら先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからバファローズが守備につきます。バッターは福留。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。何を投げてくるか。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている大山。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。バッターボックス柳田、ツーアウトになっています。この回のタイガース打線ですが、2球でアウト、あっという間にツーアウトです。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、そうですよね。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。2回表に入ります。バファローズの攻撃。バッターボックスには5番大山。タイガース得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。2球目は何で来るか。際どかったですよね。さあ、3球目は何か。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。バッターボックスには6番太田。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。この球は外れています。ストライクが入りません。打ちました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。バッターは7番に入っている吉田。ツーアウトになっています。初球ボール。まあ、ここはバッター狙い打ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。ストライクが入りません。ここは1球見ました。インコース決まった。フルカウントになっています。打ちました。流しました。サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の裏になります。さあ、タイガース、この回は4番から始まります。村上が打席に入ります。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。赤星さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。そうですね、この回は一人一人がつなぐ意識で打席に入ってほしいですよね。なるほど。さあ、つないでいくことができるか。変化球打った。ファウルです。アウトロー外れます。5球目は何で来るか。
落ちる球できました。スリーボールツーストライクです。これはキャッチャーがファールグラウンドで抑えてアウト。5番バッターグラシアル。大谷まずは先頭バッターを打ち取っています。初球から打っていった、入ればサヨナラ。ライトフライ抑えてアウト。6番バッター菊池、ツーアウトになっています。バッターボックスには代打の浅村。さあ赤星さん、ここは何を期待されますか？まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね、この起用に応えたい。ふわふわっと上がった、掴んでスリーアウト。ここでタイガース守備を変えてきました。3回の表バファローズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の菊池。タイガース得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。バッターボックスには代打の小野崎。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね、さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。これが2球目、打ち上げた、ファウルボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。次が4球目、インサイド打った、サードが抑えた、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツーを取りました。さあそして打席には甲斐が入っています。さあツーアウトにはなりましたが得点圏、バッターボックスには代打の西川。ツーアウトランナー三塁です。いいところへ決めてきます。ストライクです。さあ2球目は何か、ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、先制は許しませんでした。これから3回の裏タイガースの攻撃です。打順は下位打線に入っていきます。バッターは梅野。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。初球打ち、